い、じゃあチンチラのしつけの基本ね、手を食べさせて、気持ちいいペレット手を食べさせて褒めることです。で、それができたらミーチ、名前、多分みんな名前ついてますよね。ない。名前を呼んでアイコンタクト、抱っこしたってもいいんですけど、クッキーって目と抱っこして目と目があったところでアイコンってことができたところで食べさせて褒める、手を食べさせて褒めてあげる。まず一つ、じゃあ次、短い距離でおいで、フード見しといていいからおいでって来たら食べさせて褒めてあげる。まあ、とりあえずここまでやってください、はい、で最後もちらっと言ってくれるフレーズトレーニング、これハウスって言ってハウスができるようにする。まあ詳しくは先ほどの YouTube のところで見てください。とりあえずここまでね、はい、ここまではさ、やれたらさ、やってください。たださ、こんだけいっぱいいるとさ、ちょっと無理、難しいね。でもこれさ、今言ったしつけの基本ってさ、もうモンガも猫もできますから、ね、だからただお食事あげるだけじゃもったいないから、食事の時にちょっと時間作って手で最初やっておいでとか言いながらやるといいですよね。このしつけの基本はチンチラもモモンガも、それから猫ちゃんもですね。モモンガはちなみに何食べます？わあ、ささみ？ささみ。ささみ、茹でたささみ。モモンガフードは？わあ、食べない。甘いなんかジクラキトってと、ちょっと痩せてないそう。痩せてはない。あのね、やっぱモモンガフードを食べない。いや食べないからふやかして、あのささみ食べるんだったら細かくしてさ。ええ、モモンガフードとよくミックスして食べさせた方がいい。うん、全然食べないんで、うん、そっちの味、そればっかり食べたら栄養失調になってさ、それで調子悪くなってくる子多いんですよ。だから、まあ、完全養殖とは言わないけど、完全養殖に近いから、なんとかモモンガフードをごまかしながらね、だからささみが最初9割ぐらいで、モモンガフードが1割ぐらいでいいから、それでちょっとごまかしながら食べさせた方がいいですよ。まあ、ちなみに何ヶ月になったらできる去勢手術とか？チンチラですか？6ヶ月。6ヶ月、まあ、6ヶ月ぐらい経てば そこそこ性成熟してるんで、6ヶ月過ぎたらできます。あんまりちっちゃい子やれって言われればやらんことはないけど、やっぱりちょっとリスクがあるかなと思うんで、6ヶ月ぐらい過ぎしてからですね。で、この子はすごい大きいと思いますよ。まだ6ヶ月過ぎたところで622あるし、栄養状態もいいし、あの口の中の色もいいかなと思いますので、とてもいい健康状態だと思うから、多分あの測ってはないかもしれないけど、チムシたくさん食べてるんじゃないかなと思いますけどね。手術の日にちは、はい、今度連れてきたい、今度来てきた時に決めさせてもらいます。に決める、はい、いいですね、はい、だからまずは3日4日ちょっと観察して、はい、ビシッと変えてなくてもいいですからね。多少来週でもいいです。来週でもいいですよ。1週間ぐらいでも、1週間ぐらい観察してください。おい、じゃあこの観察機はまた持ってきてくださいね。はい、そこらも渡しておきます。今はこれはつきませんけど、ご質問あります？いや、別に大丈夫です。じゃあまあちょっとあの観察しながら、しつけもちょっとやれる範囲で。なんでかっていうとさ、手術した後薬飲ませたりしなきゃあるんですよ。そうするといけない、薬飲ませると嫌われるじゃないですか。そうすると、おいでっつってご褒美あげて褒めてから薬飲ませたり、治療してまた終わったらご褒美あげて褒めるってことをしてあげた方が治療のストレスが和らぐんでね。まあ、まずはこの子やってください。いっぱいいるからそういっぺんに全部当てきような気がするんで。はい、すいません。はい、じゃあ次お願いします。ありがとうございます。